現在エネルギー充填 98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白き月の落とし子たちは私の邪魔をする。私は白き月と一つになりたいだけなのに。白き月もなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白き月を変えてしまったのか。それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白き月の方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒き月の中からも続々と現れています。畜生、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。転送系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。もしもし、
ランファかい？泣いてなんかいないわよ。誰もあんたが死ぬなんて思ってないわよ。それより早くクロノブレイクキャノンを。エネルギー 100% 充填完了です。発射準備、照準合わせ。目標、黒き月。クロノブレイクキャノン発射！終わったな。黒き月は消滅したんですね。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれたマイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。余裕だったわね。うっさいわね。本当に心配したんだから。そうや、悪い？やだ、タクトったら。お熱いカップルさんには申し訳ないんだけどさ、そろそろ引き上げないかい？続きは帰ってからね、タクト。そうか、もう出発するか、タクト。
そうかの、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。皇家内部の争いに皇国中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。おかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。これでしばらくは会えなくなるの。名残惜しいが。辺境にはまだエオニア軍の残党がいる可能性もあるからな。それに黒き月のようなロストテクノロジーがまだ存在しているかもしれん。お前たちにはそれを探索してきてもらいたい。お前にはまた面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞタクト。見送りに行かなくてよかったの、芝。はい。ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時には、あなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは、漠然としすぎていて。ですが、一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々。私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ。それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。
辺境調査は気の長い任務と聞いていますわ。もし途中で退屈になったら、いつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですわ。世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。辺境まで出かけて行ってあるかどうかもわからないロストテクノロジーを探すなんて、タクトもほんときつい仕事に好かれてるらしいね。そういうタクトだから心配はしてないさ。あんたならやり遂げるって信じてるよ。短い間に随分成長したもんだね。なんだか嬉しいような寂しいような複雑な気分だよ。お世話になりました、タクトさん。はい、タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。うん、それじゃね、みんな。あの、タクトさん、ランバのことよろしくお願いしますね。私が面倒見てあげられないことが心配で。私がいつあんたに面倒見てもらったってのよ。そんなことないよ、いつも私がランバのことをフォローしてあげてたんだもん。嘘に決まってるでしょ。ミルフィーの言うこといちいち本気にしてたらやってらんないわよ。ああ、ひどい。でもいいもん、控えめな気配りが友情維持の秘訣だもんね。まだ言うか、このこのこの。うわぁ、痛いよ、ランファ。喧嘩、止めなくていいのですか。ほっといて、おやり。いつもの喧嘩も出発したらしばらくできなくなるんだから。そうですわね、思う存分させてあげましょう。タクト、そろそろ出航の時間だ。行くぞ。ランファ、タクトさん、宇宙インフルエンザなんかにかからないように体には気をつけてくださいね。またお会いできる日を楽しみにしています。辛いこともあるかもしれないけど、あんたたち二人ならきっと乗り越えられるよ。だから思いっきりやっといで。ランファさん、タクトさんとお幸せに。みんなありがとう。私、みんなのためにもタクトと幸せになるからね。うん。ああ、それは別に構わないんだかな。それはそうと、このありさまは一体何なんだ。ここは本当にエルシオールのブリッジか。ええ、確かにエルシオールのブリッジなんですけど、実はその出発前にランファさんが。どう、素敵でしょう、このコーディネート。何が素敵だ。
どうしてブリッジがこんな少女趣味丸出しのレースヒラヒラ仕様になってるんだ。決まってるじゃない。これからエルシオールは私とタクトの新居同然になるわけでしょ。だったらやっぱり気分よく暮らしたいじゃない。二人のアイノスなんだもん。あ、アイノス？私なりに気を使って色調を抑えたつもりなんだけど、やっぱりちょっと地味だったかな。そう、ダーリンがそう言ってくれるならオッケーね。こいつら。あ、でも安心して、私たちの部屋はもう完璧にリフォームしておいたから。何？ここだけじゃないのか？ひょっとして館内全部がこんな感じになってるのか？はい、そうなんです。私たちも必死に止めたんですけど、あとね、エルシオールも名前を変えようと思うの。その名もスウィート戦艦ラブシオール。スイート戦艦？なんなん、スイートじゃなくてスウィートよ、わかる？どうタクト、気に入ってくれた？ダメだこりゃ。お邪魔みたいですから失礼しますね。おい、ちょっと待て、俺も付き合う、置いてかないでくれ。ねえタクト、知ってた？私がタクトのこと大好きだってこと。私もタクトが私のこと大好きだってちゃんと知ってるわ。もちろんタクトと一緒ならたとえ銀河の果てまでだってついていくわ。目が覚めたらタクトのそばで、眠ってる時は夢の中で。タクト、どんな時でも愛してる。
にょにょにょ